盗賊連中は給水塔にいない。逃げたようだ。ソフィーは水を取り戻すのを手伝えば、セントラルループへの別ルートを教えるって。いいぞ。あの女はここ育ちで、町のことはタクシー運転手より知り尽くしてる。ジョーには気をつけろよ、エイデン。バカだけど危険なやつだ。あっさり逃げるとは思えん。
ちゃ。
ヒビターコンテナ。コンテナ。
じゃあ。Thank you.
けたい。ないとやばかった。ありがとうな。
Thank you.
金次第だ。私たちは悪臭の中で生まれ、まったく、ナイラはいつもネガティブなんだから。あなたは私のことを理解していないからそう思うんでしょ。勢いは解かせないかもね。よく見ておこう。崩壊前はカボチャを顔の形にくり抜いて歩き。生きるに欠かせないって何の話だ。知りたいの？なら目を閉じて。勘弁してくれ。あんたらに刺されるかもしれない。ナイラならやりかねない。ダイアン、黙ってて。ソフィーは面白い人たちを従えてるの。流浪人とかね。生きるに欠かせないって何の話だ。知りたいの？なら目を閉じて。今何を感じる？そうだな、音が聞こえる。そう、他には？なんか臭いぞ。まさにその通り、匂いよ。刺激は五感から直接大脳に伝わり、感情的な反応を引き起こすの。それが記憶、心の豊かさの証ね。でも、さっきの匂い、あれはクソだ。何の匂いだと思った？この辺りの肥料は何を使ってるか知ってる？知りたくない。ごめんね。クソの匂いは生きるに欠かせないものじゃないよな。もちろん違うわ。実は新しい香りの素敵なアイデアがあるの。大金を払っても嗅ぎたくなる香りのね。名付けて目覚めのアクセル。もう完成間近なの。あとはミドルノートのための部品があればいい。部品？香水じゃないのか。ええ、そう、金属のスクラップ。目覚めのアクセルはロボット向けの媚薬か。はそれはいいわね。今にわかるわ。もしあなたがスクラップとラベンダーを持ってきてくれたら、そのお礼に私の秘密を教えてあげる。ラベンダーも必要だと言ってたな。それなら理解できるんだが、ナイラが欲しがってた金属の部品だ。はあ、雲をつかむような話だな。金属から香水を作るなんてありえない。ほら、頼まれてた素材だ。うん、オーケー。できれば油まみれのスクラップが良かったけどね。ねえナイラ、一度ぐらいちゃんとお礼を言ったらどうなの？この子ったらいつもこうなのよ。さーて、ほーら、じゃーん、できたわ。ほら、嗅いでみて。お、これはすごい。まるで天国にいるみたいだ。これなんだ？まあ、お子ちゃまには早すぎたのかな。その香りはね、新車よ。新車？がっかりしたの？贅沢な香りをベースにして、初めはリスキーな冒険の香りが立ち上がり、自信に満ちた香りに変化したでしょ。アクセルを踏んでどこまでもドライブしているような夢見心地に浸れる。手伝ってくれてありがとう。協力してくれたのはあなただけ。ほら、受け取って。目覚めのアクセルを塗っておいたわ。香りを楽しむことも忘れないでね。